霊能者のアトリエ。完璧と完全、あなたを苦しめているものは何だ。本編は58秒から。皆さんこんにちは、カズマです。霊能者、画家、詩人として活動しております。本日の内容は完璧と完全の違いになります。多くの人が自分自身を完璧な存在に仕立て上げようとしています。完璧というのは成長がないことを指すかと思います。止まっている存在なのですね。なので完璧になったとしても、また次の瞬間、完璧を追わなければいけないというふうに、精神的に追い詰められてしまいます。ですが、人間は皆生まれた時から完全なる存在なのです。完全なる魂、完全なる魂の自覚こそが、完全なる肉体をもたらすのです。完全なる魂そのものがその肉体を引き起こす鍵となっています。なので自分自身を完全じゃない存在だというふうに自覚することによって、自分の肉体のみならず自分の魂も完全ではない存在になってしまいます。完璧とはいわば常識、道徳、モラル、それらの自分ではないものに対して自分を当て込めようと、正解を求めようとしている姿勢になります。それは自分自身が本当にやりたいことなのか、望む先なのかをもう一度自分に解いてみてほしいと思います。本当に自分自身が望む先はどこか、何かを自分自身へ解いてみるのです。自分自身のしたいことというのを常識やモラルなどに当てはめてはいけません。常識やモラルというのは規制の中、社会性をまとわせるために植え付けるような、いわばルールのようなものなのです。あなたの心から本当にしたい、幸せになりたい、その動作はあなたの魂そのものが知っているのです。それは決して特別なものではありません。それはとても身近なもので、とても当たり前で、ごくごく自然なものなのかもしれません。あなたにとって幸せとは何でしょうか？多くの人が完璧を目指すときに100点を目指そうとしてしまいます。しかしあなたの存在そのものは100の完全性によって成り立っているのです。それは目に見えるもの、または目に見えないものしかりとなっております。あなたの魂は完全性を持っています。完璧性というのは幻想なのです。止まっている、いわば死と隣り合わせのものなのです。完璧でなければいけないというのは脅迫観念になり、自分自身を追い詰める思考になってしまいます。あなたはただ存在しているだけで美しいのです。それを根底をポジティブにして捉えるようにしてみてください。あなたはただ存在しているだけで美しい。それをゆっくりと自分を休ませてあげて、自分を自由に、誰かの常識ではなくて自分の感性で自分自身を可愛がってあげてください。あなたにとってあなたは敵ではありません。あなたにとってあなたは最高の味方なのですから。